青葉大法ラム株式会社、東急コミュニティは、マンション管理の受託運営を中心に、ビルマネジメント、ビルメンテナンス、プロパティマネジメントなどを行う東急、不動産グループの大手不動産管理会社である。東急をはじめとした東急グループが開発する、マンションやビルの管理会社としてスタートした会社であったが、近年では、東急グループ以外の物件も増加しており、PFI 事業や、 指定管理者制度により公共施設管理の開拓も強めている。マンション管理では1970年からの歴史を有し、現在のマンション管理業に必要な会計管理システムや長期修繕計画システムなど管理運営に欠かせないベースを作ってきた会社でもある。また、管理組合が管理会社へ支払う委託費の透明性を高めるために管理費、業務費を はっきりとメニュー化させている特徴を持つ。管理内容を充実させて、コンシェルジュサービスの提供まで可能な、アトラクト、標準の、コンフォート、理事会への担当者の出席回数を減らすなど、自主管理を望む管理組合向けのエクスペクトの3つを用意しており、これにオプションを組み合わせることも可能としている。二0 1三年十月、東急不動産グループの持ち株会社体制以降に、 ともい、東急不動産ホールディングス株式会社の完全子会社となった。ありがとうございます。